日本で人気の大型犬トップ10。サモエド、白くふわふわの毛と笑顔が魅力の犬種。サモエドは極寒の地でトナカイを追うために使われていた犬種で、その明るく友好的な性格で知られている。ダルメシア、約 56km で走れる犬種。馬車を守るために走ることを訓練された歴史を持ち、長距離を高速で走ることができる。セント、バーナード、巨大な体と優しい目が特徴の救助犬、山岳救助犬として知られる。セント、バーナードは雪山で遭難者を救出するために活躍していた。グレート、デン、犬の中のアポロと称されるほどの威厳と美しさを持つ。グレート、デンはその巨大な体躯に反して非常に穏やかで家族に対して愛情深い。バーニーズ、マウンテンドッグ、大型でありながら温和で忠実な性格。スイス原産のこの犬種はもともと牛を追うために使われていましたが、その美しい外見と友好的な性格で人気がある。ドーベルマン、勇敢で忠実、優れた警護犬。ドーベルマンは訓練を受けると非常に優秀な警備犬になりますが、家族に対しては非常に優しく振る舞う。ラブラドール、レトリバー、賢く訓練しやすい人気の家庭犬。ラブラドールは盲導犬としても活躍しており、その賢さと忍耐力で知られている。ゴールデン、レトリバー、友好的で忍耐強く、家族向けの犬。ゴールデン、レトリバーは水を愛し泳ぐことが得意です。日本の多湿な気候にも適応しやすい。シベリアン、ハスキー、強靭な体と青い目が特徴的な体感性の高い犬種。ハスキーはエネルギーがあふれる犬種で、日本の冬の寒さにも適応できる。秋田犬、日本が誇る大型犬で忠誠心が強く勇敢。秋田犬は映画ハチ公物語で有名になりましたが、その歴史は武士の時代まで遡る。